誰だ。1点でも取られたら逆立ちして学校まで帰ってやるって言ったのは。帰ってもらおうじゃないか。今さらそんなこと。だけどどうするの。何が。復讐の餌食になったら。アホ。もうちょっと真面目に考えてください。たっちゃんたち3年生にとっては今年が甲子園ラストチャンスなんですよ。なんだ片思いか。違うのよ。簡単に言えよ。それが簡単じゃないの。そういう関係って。そういう関係似てるの。かっちゃんとたっちゃんとみなみに。It's right.